サイモン・ウィットロックサイモン・ウィットロックは、オーストラリアのダーツプレイヤーである。右投げ。シドニー出身。現在、プロフェッショナルダーツコーポレーションで活躍している。一時期ライバル団体のブリティッシュダーツ・オーガナイゼーションでプレーしていたこともある。彼の入場曲は、メンアット・ワークのダウン・アンダー。 彼の今日までにおける最も輝かしい業績は、ブドからの移籍に見事成功し、2010年の PDC ワールドダーツチャンピオンシップでフィル・テイラーに続き準優勝したことである。フィル・テイラーと同じく170のハイエストチェックアウトの分を含む、このトーナメントの賞金は、彼をオーストラリアからイギリスへの移住と、 PDC ツアーで戦うことを可能にしてくれるだろうと彼は述べていた。彼の敗北によって今までにただ一人彼をルドと PDC の両ワールドチャンピオンシップの決勝戦に到達したにもかかわらずチャンピオンになったことのない初めてのプレイヤーにもなっている。彼は2003年の PDC ワールドダーツチャンピオンシップにおいてベスト16まで そして2005年のブドワールドダーツチャンピオンシップにおいて0から5でマーティン・アダムズに負けてしまったもの,の準決勝までそれぞれ到達した他のイベントでは2005年と2006年のインターナショナルダーツリーグの準決勝まで勝ち残っている2007年 PDC はオーストラリアングランプリを開催これはウィットロックの祖国における一連のトーナメントであり ザ・ウィザードは、初めの二つのイベントを優勝した。AGP の最終的な優勝者は、2008年の、PDC ワールドダーツチャンピオンシップの自動的な予選通過権を得られることになっていたが、ウィットロックは、ワールドダーツフェデレーション及び武道プレイヤーのままで、武道ワールドチャンピオンシップで戦うことを選ぶ。ウィットロックは、エドウィン・マックス、ファビアン・ローゼン・ブラント、 そして、準決勝で、前ワールドチャンピオンであった、テッドハンキーを5から0で打ち破っていくという、絶好調ぶりを見せていた。それから、カンブリアのブライアンズズに勝利し、2008年の武道、ワールドダーツチャンピオンシップの決勝に駒を進めた。そこで彼は、5から7でナンバー1シードだったマーク・ウェブスターに、敗れる。ウィットロックは、2009年のブドワールドダーツ、 チャンピオンシップにナンバー12シードとして参戦し、第1ラウンドでマーク・バーロリーを打ち破ったが、第2ラウンドでダリル・フィットンに負けた。何週間にもわたる熟考の後、ウィットロックは2009年3月19日に PDC に戻ることを決めた。彼は AGP サーキットでプレーし始め、8つのトーナメントで優勝した。彼は、 ラスベガスデザートクラシックの参加資格を得るが、テレビ放映された舞台の第1ラウンドで、テリー・ジェンキンスに負けてしまう。2009年のグランドスラム・オブ・ダーツでは、グループステージを、デッド・ハンキー、ウェイン・マードル、スコット・ウェイツの3人すべてに勝利し、うまく通過できた。ラスト16では、1996年のブドワールド、 チャンピオンであるスティーブ・ビートンを9から1で打ち負かすが、結局この大会の準優勝者となるスコット・ウェイツに負けてしまう。2010年の PDC ワールドチャンピオンシップにおいて、ウィットロックは、コリン・オズ・ボーンを3から1、ウェイン・ジョーンズを4から0、そしてテリー・ジェンキンスを4から2で、それぞれ打ち破り、最高の対決の中ジェームズ・ウェイドを5から3で打破した。 準決勝は、レーモンド・ファン・バルネフェルトとの対戦となり、2から4まで負けていたものの、最終的に6から5と逆転勝利する。そして、フィル・テーラー相手の決勝戦では、最初のセットを落とし、続く2セットをこのトーナメントで、彼の2度目の170チェックアウトを含む形で、取得した。しかし、テイラーも後に、この対戦中、 彼の二度目の170チェックアウトを達成し、続けて7から3で、ウィットロックに勝利した。この時の活躍のおかげで、ウィットロックは、ウィンマウと、スポンサーシップの契約を交わすことができた。1月4日、サイモン・ウィットロックは、2010PDC ワールドダーツ、チャンピオンシップの活躍により、2010年の2010、プレミアリーグダーツに参加することになるとアナウンスされた。 サイモンは、レーモンド・ファン・バルネフェルト、エイドリアン・ルイス、マービン・キング、テリー・ジェンキンス、そしてジェームズ・ウェイドを打ち破った後、リーグ戦を2位で終え、準決勝に進む。彼の失踪は、この対戦の後に準優勝となるジェームズ・ウェイドに、6から8で敗北し、終わりを迎える。ダーツにおける、ウィットロックの特徴は、大きな数字からのフィニッシュと、その正確さである。 2010年の2010プレミアリーグダーツでは14週間チェックアウトの成功率が50%だった。主要な大会での主な成績武道世界選手権優勝なし準優勝1回ベスト4、1回ベスト8なし。ありがとうございます。